せーの、七つの大罪グランドクロス。まあ一人なんですけどね。はい、俺です。今日なんですけども、新しくリリースされたゲーム七つの大罪グランドクロスを遊んでいきたいと思います。実はこの七つの大罪のゲーム、事前登録の段階で200万人以上が登録してるんだって。からのリリース時、事前登録者数が300万人以上達成しました。すげえ。300万ってすげえな。そういえば、漫画読み直したよ。このゲーム出るって分かってたから俺漫画読み直したの。ということでね、このゲーム、早速プレイしていきたいと思います。ミードちゃんたちを見てたら、急に父のことを思い出してしまって。アニメ見てるみたいだね。そうか。無事だといいけど。すごいアニメじゃん。マジでアニメじゃん。アニメのストーリーを 3D グラフィックで完全に再現しているので、7つの大罪を知らない人でも十分に楽しめると思います。続きはゲームをダウンロードして自分で見てみよう。どうもどうも、豚の帽子邸にやってきました。今ホーム画面なんだけどさ、自由に動けるんですよ。走れるぞ。マジでここ走り回れる。走ってる。バン、料理してくれ。一応飲み物だけ買ってやるからよ。なんで俺が料理番やらねえいかんの。よし、じゃあクエストいくか。で、今ね、俺第8話までやってるんだよ。動画撮る前から少しね、もう一人で始めちゃってるんですけど、次8話だね。そして僕が使ってるキャラクターなんですけども、キング・メリオダス・エリザベス・ギルサンダー。これは7つの大罪見てる人は知ってると思うんだけど、全部人気キャラクターで固めています。まあ、これね、無料ガチャで出たんですよ。始めた時にダイヤもらえたんですけど、それでね、全部引きました。もちろんこんな感じでキャラクターを変えることもできます。でもこれでいいかな。このメンバーでいこう。あ、はい、待ち受けしました。お相手はクモさんですね。クモと今から戦います。おっと、スキル合体したぞ。今ですね、いきなりスペルが組み合わさったんですけども、これ同じスキルが組み合わされることによって、より強力なスペルに生まれ変わります。位は、ブロンズ、シルバー、ゴールドと3段階に分かれてるんですけども、今、シルバーに変わりました。そもそもこのゲームの戦闘方法なんですけども、下のスキルの中から3つのスキルを選んで戦います。普通にね、スキルを選んで戦うのもいいんですけど、さっきみたいにね、スキルをランクアップさせて戦うっていう、戦略的な戦い方もできます。すごいシンプルじゃん。スキル選んで戦うって本当にすごいシンプルじゃん。シンプルなんだけど、ランクアップも考えたり、キャラクターに相性もあるからね。相性も考えたりで、シンプルなのに戦略的。どうしよう、キングにしようかな。あ、でもちょっと待って。間違えて出してしまったカードは、リセットして戻すこともできます。あいつ攻撃だな。次攻撃してくるから、左の雲に視点を合わせて、まあ、とりあえず攻撃しよっか。メリオダス、キング、ホークちゃんでいこう。倒せるかな ?689。キングがね、俺のキング、俺のキングいけ。強い強い、強い、いいね。あ、強っ。ホークちゃんこれ強かったろ。まあ、でも相手は野生のクモだからな。人間様が負けるわけない。全然枯れてませんね。強いな。相手のクモですね。あの、左側のクモが、スキルが2個使えるし、必殺技ゲージが溜まりそうなんですよ。なのでちょっと先に倒したいんですけど、でもこの体力だったらね、ホークちゃんの攻撃強かったから、多分、フォークだけで全部倒す。あ、オッケーオッケー、左倒せたよかった。一応必殺技とか怖いからな。必殺技すごいんですよ。 3D グラフィックだから演出が綺麗に見える。本当にアニメ見てる感覚で見れます。てか余裕で勝ってましたね。レベルも上がってく。メリオダス様、本当にこの森に7つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか。あのな、この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。
マジアニメ見てる感覚になるのすごいな。やべ、相手もホークちゃんじゃん。倒したくないけどな。合体させるか。合体させて。俺こういうの合体させたくなっちゃう人だから。よし、こっちもホークちゃんで行こう。いけ、ロスイリュージョン、ナイス。一撃いいね。強いね。ああ、惜しい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 。え、増えた？増えたってか、なんか、復活したよね。新しく出てきたのか。待って、ホークちゃんの攻撃がいけない。フルカウンターでいく？もうメリオダスと言ったらフルカウンターじゃないですか。いっちゃいましょう、フルカウンター。あ、待って、ミスった。これね、ミスった時リセットで戻せるのいいよね。オッケー、フルカウンターいっちゃおう。で、合体して、一応キングも合体しといて、メリオダスでいこう。トリプルアタック。まあ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 、まあ、一人倒していく。よし。そんな。もう一匹だし、ホークちゃんだけでいけるべ。いけ、ホーク。ナイス、ファイナルアタック。かわいい。これが俺様の力だぜ。いいね。はい、ということでガチャを引いていきたいと思います。いきます。うわ、緊張してきた。いくよ。白。あ、ツイーゴか。これ最初に出てくるキャラクターだ。うわぁ、またお前か。またお前かい。白。プロレスラーみたいなの出てきちゃった。おーい !3 回目もう30個使っていくか。20連。行こう。あ、待って待って、さっきさ、スキップのとこ赤だったじゃん。今回金色になってる。これ確定演出じゃない？ SSR 出るんじゃない？演出はさっきと一緒ですね。撃たれるけど、もうなんかうまいこと返してくれ。メリオダス。蹴りつけて。引け。あ、でも青色。青色どうなんだろう。頼む。でもスキップ黄色だからな。これワンチャンあるぞ。あ、なんか違う。今見た。わあ。オッケー、プロレスラーはいい。いいでしょう。白。来た。マジか。マジこれ当たりじゃん。せっかくメリオダス引いたからさ、装備変えていこうか。一応ね、服をね、変えることができるんですよ。え、どっちがいいかな、団長。いや、俺個人的にはだよ。個人的には聖騎士の鎧着てほしいの。かっこいいじゃん。はい、今使ってる機能は AR 機能といって、7つの滞在のキャラと一緒に撮影ができる機能です。まあ、こんな感じでね、団長とか、バンとか出して、一緒に撮影ができます。うわ、でかっ。はい、ということでですね、今日は1日、7つの滞在グランドクロスを一通り遊んできたんですけども、実は一つだけ紹介できてないモードがあったんで、説明します。実は、バトルってメインストーリーだけじゃなくて、PVP、プレイヤー VS プレイヤーのオンライン対戦ができます。この PVP ですね、プレイヤー同士で対決ができる、バイゼル喧嘩祭り、そして、プレイヤー同士協力して、魔人を倒すことができる、殲滅戦ってのがあります。今日やったストーリーだけじゃなくて、まあ、そういったオンライン対戦ってのはやっぱり、最近のゲームでは、必須なんじゃないかなと俺は思ってて、僕はまだ PVP やれてないんですけども、他にもまあ、こういったモードがあるので、みんなはぜひ試してみてください。最後に、今回遊んだゲーム7つの滞在グランドクロスは6月4日よりリリースされています。概要欄のダウンロードにリンク貼ってあるので、
皆さんダウンロードしてみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。